どうもこんにちは。プロウクレレ奏者兼プロミュージシャン養成請負人の粟田優作です。普段は、ウクレレの先生をしながら、オンラインでですね、動画の教材とかをね、販売して暮らしています。また、今後はですね、プロミュージシャンになりたい人々、これ若者老若男女問わずね、いろんな方法があるにはあると思うんですが、僕自身が伝えられる何かしら方法がね、ある、僕がやってきたやり方ですね、それをね伝えて、普通に人並みに暮らせる状態ですね、最低普通のサラリーマンが、もらえるべき給料が給料と同じかそれ以上ですねを、できるだけ楽しく家族と過ごしながら、自分の乗りたい車に乗って、そして、食べ物にもこだわって、将来的にはね、場所とか時間にとらわれない働き方をね、僕自身も体現しながら、そういったノウハウを伝えていきたいなと思っています。でですね、今日ちょっとお題をまた一つ用意しまして、これ何かというと、音楽の仕組みです。音楽の仕組み、これはね非常に深い話になります。で、音楽は軽く、付き合うのもいいんだけど、やっぱり思想的なんですよね。思想的というのも、すごく裾野が広い話なんで、今回は、西洋の音楽西洋の音楽について話したいと思います。で、僕は、今ウクレレの先生とかねしてるし、音楽の仕事もほとんどは、民族音楽じゃなくてね、一般的なポップスだったりね、クラシックだったりジャズだったりの領域で、仕事をしてるので、そこの、本当に一般的な、人々に消費されて、楽しまれてる音楽について話します。でですね、例えば、演奏するときにコードっていうものが出てきますね。コードで、コードって例えば C とか F とか G7 とか Am とか Em とかいろいろありますよね。それの、例えばね、あれってね、一曲の中に、C と F と G7 が出てきたら、その世界っていうのは、基本的に一般的には、波長長の宇宙と考えてほしいんです。で、波長長っていうのは、なんていうのかな、C っていうコードが、中心になってる音楽、もっと言うとドっていう音、ドレミファソラシドのドっていう音が、中心になっている音楽です。で、例えば C が太陽だとするじゃないですか。太陽って水金地火木土天、解明最後の方の解明はなくなってんのかな、最近はね。水金地火木土天解明の中心に位置する存在が太陽ですよね。で、波長長でいうと C がその太陽の存在になります。わかります？で、もうあと2つの F とか G7 っていうのは、例えば地球とか、F が地球であったりで、 G7 が火星であったりっていうような存在なんです。わかります？その C、 太陽である C の周りを F とか G7 とかがぐるぐる回って、太陽に戻って、太陽を中心に他の惑星である F と G7 が回ってるっていう世界観です。まず波長長はそんな感じで、このなんとか長長とかいうのが他にあと11種類あって、全部で12種類ですね。で、例えば、ヘ長長っていう
という、まあ調べがあるんですね。腸ね、調べると書いて腸ね、あるんですけど、それは F を太陽と見立てた世界観なんですよ。だからそれに伴って出てくるコードも、まあ例えばですけど F と B フラットと、まあ、C7、まあ、この3つぐらいがまあ最低限使われる、コードっていうものなんですね。F っていうのはファの世界を中心とした世界、世界観、音楽観、音楽の、世界観なんですね。だから、さっきは波長調だったら C が中太陽、平調調だったら F が太陽で、他に都庁長だったら G が太陽、 G が太陽で C とか D7 とかが地球とか火星の役割、わかります？その中心になる行動が必ずあるんですよね。なんとか長長、何長長だったら、でそのまあ、まあ、最も頻繁に出てくる行動であり、その太陽になる存在はですよ、行動はですよ、であり、必ずまあその行動に引きつけられるんですよ。他の、まあ、例えば波長長の太陽が C だったとしたら、F とか G7 である地球とか火星っていうのは必ず太陽の、まあ、太陽の周りを回ってるんですよね。回ってるわけですから、だから太陽に戻ってくると、最終的には、まあ、中心はその太陽である中心のコードは何なのかなっていうのが結構重要なポイントになります、うん、だからまあ、西洋音楽の考え方では、まあ、基本的にはその12種類それを作ってあるんですね。太陽になられる存在をね、ドレミファソラシド、ドレミファソラシと、まあ、その間にある五音の半音となっている、まあ、ピアノでいうと黒鍵の音ですね。あれが、まあ、あれも含めて、12音が、その太陽になり得る音っていうことになってるんですよね。まあ、ここまで聞いてちょっと分かりづらいなっていう方もいると思うけど、要するにね、腸とかっていう、腸とか、まあ、キーとも言うんですけど、それっていうのは必ずね、その中心になるものがありますよと。どんな曲でも、どんな曲演奏してても、必ずまあ帰っていく場所、帰ってくるっていうか、一旦曲が落ち着くっていうコードっていうのは、その曲の、まあ、太陽的存在で、他は例えば一曲の中に3コードじゃなくて、8コードとかもっと出てくる場合もあるけど、8個あろうが5個であろうが、その回ってる惑星が多いか少ないかっていうだけで、あの帰ってくるコードはいつも同じなんですよ。まあ帰ってくる、あの、なんていうのかな、中心になるコードは、必ずあるんですよっていうことなんですよね、うん、だそういう考え方でね、曲を見てもらうとね、なんていうのかな、まあ僕の感覚やけど、すごい面白く感じてもらえるんじゃないかなと思ってます。でここまで話して、まあ、どこまで通じてるか分かんないんだけど、なんていうのかな、音楽をただ楽譜がある、楽譜に書いてあるものを再現するものって考えないでほしいの。ウクレレだったらタブっていう便利な数字だけで表したものがあるんだけど、まあそっからですね、どんだけ、まあ、今回だと宇宙の太陽系っていうね、銀河と関連付けましたけどね、まあ、いろんなそのことでやっぱり歓迎してくるんですよ。思想っていうのは、音楽的思想、西洋音楽の思想っていうのがあるわけですよ。でこれは改めて言うと、例えば日本の邦楽っていうのかな、日本の音楽の考え方とも全然違うしね、まあ例えばですインドの音楽の考え方とも違うし、ブラジルの先住民の音楽との考え方も全く違うものだったの。だけど音楽、まあ、例えば音楽っていうのがもう西洋的な、すでに西洋的なんだけど、楽器を使って楽しむっていうことを世界中に、知らしめる、まあ一番効率よく知らしめるために非常に便利だった考え方が、この12音に分けて、それを整理するっていうか、それを整理して、
伝えやすくなる。でその伝え方が全て、まあ、日本の音楽であれ、まあ、インドの音楽であれ、ブラジルの音楽であれ、はたまたアフリカの音楽も含めて、まあ、ほぼではないか、まあ8割方の音楽は西洋音楽の考え方で整理できるんですよね。整理できてしまうっていう、ちょっとマニアックすぎるかなこの話だけど、まあそういう、まあ便利なんだけど、まあだけどね、だけどやっぱりちょっとその犠牲にしてる部分があるんですよ。もちろん機微であったりね、ちょっとした機微であったらやっぱ捨てなきゃいけないっていう部分もあるんだけど、そういうね、ものが西洋音楽の持つ、まあ、吸引力であり、伝播力であり、まあ、応用力っていうのかな、包括性っていうのかな、ものすごくこう、グローバルな考え方だったんですよね、今風に言うと。今英語が公用語になってます、世界中でね。でそれと全く同じ現象が西洋音楽の考え方、まあ、ドイツとかイタリアとかの、発祥の音楽の捉え方が本当に世界中のスタンダードになってしまって、まあ、それが、いいことでも悪いことでもないんですけど、まあ、それがもうその今の僕たちが付き合っている音楽に対して、音楽のに対するイメージを全て、まあ、ほぼ支配していると思ってください。そういう世界から逃れたい人が、まあ、民族音楽とか、まあ要はその、音の高さにあまり厳密に意識しなくていい楽器ですよね、まあ、さっき言ったインドの、まあ、伝統音楽とか日本の忍笛とか、忍笛もある程度グローバライズされて、西洋音楽の考え方が入ってきてしまってるんですけど、まあ、そういう土着の音楽にね、民族音楽っていうものにね、反作用として、流れついていってしまいますね。でもそれはそれですごく素敵なことだし、僕もねハマった時期ありましたけどね。はい、まあ、音楽っていうのは今これが当たり前だと思って、僕たちウクレレでも何でもカラオケでも何でも、ピアノでも何でもやってるけど、これはもう単に一ローカル、ヨーロッパ、西洋っていうぐらいですから、一ヨーロッパの西の地域の音楽が世界中に、すごく、分かりやすい形で、世界中の人々に理解されたがために、出回った音楽っていう、まあ、スタイル、一つのスタイルでしかないと思ってください。だから音痴だとか、音楽が苦手だとか楽譜やめないことは音楽を諦める理由ではないんです、そもそもね。これはそう強く言っておきたいよね。音痴とかリズム感がないとかさ、思ってる方もいるでしょう。だけどそうじゃないんです。音楽っていうのはその言葉自体が西洋的なので、別に音楽って呼ぶ必要なかったわけですから。そもそも言えばね、音楽って分けちゃうから、もうその楽器が演奏できるだの、能力があるなどだの、絶対音感だの、なんかそういうね、能力に目がいってしまうわけ。勉強しなきゃいけないみたいな才能とかさ、そんなんではほんま本当はないわけなんです。もともと音楽っていうのは暮らしとともにあったわけです。ね、でそれが、ちょっと高度な数学的な要素とね、まあ融合して我々のね今暮らしている世界にね、浸透してしまったがために音楽に対してとてもネガティブなイメージを持つ人もいるし。まあ、自由に発想できない、こうどうしても視覚に縛られたりっていうことにね傾いちゃう意味だと思いますので、まあ、そこをちょっと克服してみたかったなっていうのが、まあ、今ね喋ってみて結論に至った部分ですね、だからまあ音楽っていうのを、もっと自由に楽しみましょうと、気負わずやりましょうよって、で努力が全てじゃないんですよって、楽しく弾けないといけない、で
楽しく弾けても、ただ単にあっけらかんと、もうジャカジャカって楽しいんじゃなくて、それなりにね、やっぱりこう難しい、ちょっとと難しいことにも挑戦してね、そこでやっぱり乗り越える楽しさであったり、努力する楽しさであったり、まあこっちの努力と思わないっていうこと自体も思わなければそれがベストなんですけどね。そういう喜びを、共有できたらなって、そういう感覚にちょっとでも近づいてもらえたらなということでお話ししました。ちょっとね、今回の話分かりにくかったという方は、もう一回ちょっと頭から聞き直してみてください。きっとね、理解してもらえると思います。はい、ということで、今回は、ね、音楽の世界観の捉え方、まあ、宇宙に例えてみました。まあ、この考え方自体が、まあ、ちょっと、西洋の音楽の独特の考え方だ、まあ、ちょっと僕自身勝手に、ね、宇宙とつなげてるんですけど、まあ、西洋音楽ってそういうね、原理で作られてるんですよ。その一部をお話ししてみた次第です。はい、またね、いろんなお話やってみたいと思うので、まあなんかリクエストとかあれば、聞きたいことがあれば、いつでもコメントしてください。はい、それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。